から今のキャッチャーが下手くそなのは、日本みたいな練習量こなしてたら絶対持たないんですよ、うん、心のエンプティーランプつくときあるやん。メジャーは世界最高峰のリーグだから、日本に来たい野球選手っていっぱいいるんですよ、うん、球団数増やすのはどうよ。18チーム構想、うん、俺だから今のキャッチャーが下手くそなのは、ブルペンに入る数が圧倒的に少ないんちゃうかと思います。メジャーはブルペン、そのレギュラー捕手とか選手は結構受ける。キャンプ中来るけど、そんなしょっちゅうしょっちゅうじゃなかったような気がするんだよな。でもブルペンキャッチャーが多かったらそういうわけでもないですからね、うん、キャッチャー来てましたね多分ね、うん、アメリカってのキャンプって主力はそれは好きなようにやって昼前に上がったりっていうのはあるかもわかんないけど、うん、若い人たちってもう一緒のスタイルなの。全部一緒なんですよ若い選手も。そうやらされたりしない。もう決まってるんですよ。フィールドがまあ5個ぐらいあって、もう時間で決められてるから、じゃあピッチングの時間、はい、じゃあ次はもうその守備の時間とか何だかの時間、まあ、最後ランニングとかになるんだけど、アメリカでファーンって音が鳴るやつなんですよ。あれが鳴ったらじゃあ次行こうか、次行こう、ノックの時間があるって言って、それが終わったら終わりみたいな。特殊とか特打とかないの？ないんですよ。ないの？ないの。なんか俺が聞いたチームによると、若い選手がベテランと同じような行動してたら、お前10年早いんだよって言って帰らせてくれないっていう。いや、なかったっす。僕はなかったっすね。決まった時間に始まって終わるっていうところと、うん、練習始まる前に来てウエイトとかやる人いたけど、うん、僕とかだから投げることに関しても、うん、コーチとか監督の見てないところで勝手にやらないでくれって言われてたから、うん、まあ、ちゃんと話して、うん、もうちょっとボール投げたいんでいいですかって、終わったのキャッチボールやってとかって、うん、そういうのやったけど、うん、管理したい、うん、でその自分の管理してないところで何かあったらやっぱ責任自分たちになってしまうっていうので、常にやっぱりやるなら行ってもいいから行ってくれとかっていう感じでしたね。なんかあるチームはもう特殊だ特だとか、うん、若い選手はガンガンやらされる。まあ、じゃあメジャーでもチームによって違うんだね。チームによって違うと思いますね、うん、だからそれだったら日本的だね、そのチームって。そうなんですね、うん、でもアメリカってでも1ヶ月間キャンプ中あるんだけど、うん、その間1日しか休みないんですよ、うん、毎日やるんですよ、うん、で日本みたいな練習量をこなしてたら絶対持たないんですよ、うん、1ヶ月間キャンプなんて、うんうんうん、内容はまあアメリカと日本が違ってもそんなにまあ比較はできないのかなっていうふうに思います、ね、うん、で俺ボビーの時とかめっちゃ楽だったよキャンプ。そうメジャー式だからいろんなとこで行われるから、そうシートロックも3カ所ぐらいでやってるんだよ。はー、だから1カ所ポジション1人しかいないんだよ。だから待ち時間ないんだよ。そうやっぱさ、キャンプって待ち時間めちゃくちゃ無駄ですよね、うん、無駄あれですよね、うん、体冷えるしね、うん、わかる。だからあの別々のところでやるから、でも下手したらアップで顔見たらその日一切顔見ないやついて、あでもアメリカそんな感じっす、うん、そうロッカールームでなんかみんなはいグモリンみたいな飲んであって、うん、でピッチャーでもそこから全部ばかれるんですよ、うん、だから、まあ、最後ロッカールームに戻った時に、あお前も帰るんだ、あお風呂入ってるなぐらいの感じで、うん、昼過ぎぐらいに全部のメニュー終わるんだよ、うん、そう昼前ですアメリカなんで、うん、その後みんなゴルフやるんですもん。通常でやると2時ぐらいまでやってる練習を12時ぐらいまでで終わっちゃうのよ、別々でやってるから。あそういうことですね、うん、まあ量的にはボリュームは一緒ってこと、うん、そうめっちゃいい。バッティングとかも3カ所ぐらいでやるから暇な時間がないわけ、うん、あの投内連携でもポジション1人ずつしかいないから、うん、順番待ちとかもないわけ。めちゃいいですね。そっから自分の練習できるのよ、足りないやつ、十分チームの練習終わるんで、うん、もう12時過ぎには。でそしたら飯食って、そこからじゃバッティングしたかったら特打すればいいし、守備やりだったら特殊すればいいし、トレーニングしたい人はしたらいいし、帰りたい人は帰っていいみたいな。なんか心のエンプティーランプつくときあるやん、なんか無駄な練習ずっと長くてある、はあ、みたいな。夕方ぐらいになるとね、心のエンプティーの方が先に手見せる、うん、体よりもね、うん、体力疲れてないけども、でもそれはもう心が満タンだから、うん、またやろうって言って自分の練習をそっからやりだす、うん、あれは良かったなって言って、その代わりみんな一緒にやんないっていう。でボビーは自分が見たいところに行くのよ、心配なところに。だから東大連携やってるのにボビーいないからすごい終わるっていう。でもボビーが来るとボビーが納得しないと終わんないから、そこの箇所だけすごい長くやってるみたいな。でもここはもう終わってるからもう次の練習に入ってくる、うんうんうん、どんどん。だからめっちゃ良かったなと思って。そうなんですね、キャンプのあのちょっと無駄な時間なくしたいっていうのはありますよね、うん、でもソフトバンクのそんななかったけど、いやまあ野手の方が多分バッティング待ってる時間でしょうね、うん、ピッチャーってそんなにないんですよ、うん、めっちゃ200球ぐらい投げるやつがいっぱいいたら、うん、なかなか回ってこないだろうね。そうですね、だからそのピッチャーのブルペン待ちですね、うん、あるとするのはね。でボビーの時1人15分ブルペン。でアメリカと一緒です、うん、それ。ピッ
ピーって始まるの全員で。だからもう1球目から全員が真剣に投げてるの。で大体60球か70球ぐらいで終わるわけ、まあ、100球以上投げなかったら申告したら投げていいのよ、うん、OK って言えば。だからあの5組やっても1時間強ぐらいで終わるのよボルペン。1組15分だからで終わったらはいピー終わり、はい次の組、ね、その待ってる間もなんか違うことをしっかりできてるって感じですもんね。そう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 、で1時間ちょいで全員が終わるから無駄な待ち時間ないっていう。いいね、アメリカでも本当そうだった、うん、アメリカのキャンプとか行かないんですか。アメリカのキャンプ、うん、日本のキャンプ全部回るから行ってる時間がない。でも3月はあれキャンプですよ、アメリカは日本よりも長くやってるから。アメリカって2月の半ばから3月の半ばぐらいまでずっとキャンプ地にいるから、うんうんうん、行けなくはないと思います、うん、行こうと思えばね。ねちょっと行ってみましょうよ。行くのキャンプ。僕は行きます、フロリダですけど、うんうん、今回も仕事で行くんですけど、うんうんうん、オープン戦が始まってくるとまたちょっと内容変わるんだけど、うんうん、でもちょっと見てみたいですよね。でも基本的にはメジャーのキャンプって作り上げるキャンプじゃないもんね、仕上げるキャンプみたいな感じじゃないの。あ、作り上げるのは個人で作り上げてきてくださいみたいな感じじゃないの。完全にでもそうですね、開幕の時期変わんないけどキャンプインの時期はちょっと2週間ぐらい遅いですからね、うん、だから俺一番の日本とアメリカの違いが、まあ、1チームに対してのキャパやと思うね。そうだって向こうはマイナー回せたら何人300人ぐらいいる1球団。そうですね、いますね。ほっといても出てくるやろ誰か、うん、全世界から来てるやん、うん、いい選手が、うん、全世界から。日本って所詮70人しかいないじゃん、うん、そしたらやっぱそれは作り上げないと黙ってでも出てこないよね。まあそうですね、うんうん、教えないってよく言うけど教えなくても出てくるよね。逆にその日本みたいなシステムがあったらもっとなんかもっといいんちゃうかっていう、ね、なると思います、うん、本当に意外とマイナーとかで言ったら自由ですからね、うん、だから逆言うのじゃないけど、うん、日本に来てアメリカで鳴かず飛ばずだけど日本に来て一気に何かを掴んでメジャー行ってすごい良くなった選手たちもいるじゃん、うん、そうだからそれのシステムもうちょい作りたいですよね。そうなる日本もね、うん、だから外国人は増やしたくないですか日本。どうですか。でももう今5に増えてるからね現状、うん、4がこれコロナで5に。じゃあ、うん、球団数増やすのはどうよ。いやでも僕現実的にその選手の能力とかを見たときにいやもう増やしたの増やすの増やすだけ増やしていいと思いますよ。それを現実的かどうかって考えるとまだちょっと難しいような気がします。難しいよね。アメリカももともと10何球団しかなくてそれを増やしていって今30球団になっててそしたらビジネスも大きくなっていってっていうところあると思うけど、メジャーと NPB の一番の違いはメジャーは世界最高峰のリーグだから全世界から集まってくるじゃん人が。でも日本は所詮メジャーの次だから、うん、全世界から集まってこないじゃん、うん、そんな能力高い人たちが、うん、でそうなったら数増やしたら言うように質落ちそうで怖いよね。だからそれを日本人だけでやろうと思うから厳しいんですよ。無理だよね。だからそしたらもう外国人枠撤廃するしかない、ね、それすればもっといけると思うんですよ。だから僕ね結構そのアメリカ行ってるとやっぱりある程度年齢がいってる選手とかあと若くてもなんかちょっと難しいなって思ってる選手ってもう結構日本のチーム紹介してくれ紹介してくれ言われるんですよ。で日本に来たい野球選手っていっぱいいるんですよ。だからそんなやつら集めたら全然何チームか作れるんですよ。ただ外国人枠っていうところがあるからできないだけでもうそろそろそれ行ってもいいんじゃないのかなって僕は個人的に思ってるんですよ。もう国内だけじゃ正直厳しいです、うん、ってなった時に国民性としてオラが町にプロ野球球団できましたと、うん、全員外国人選手ですと、うん、応援するかな。僕ねでもそれも考え方とかあれの違いであって、うん、正直ですよラグビーって日本代表で、うん、もう日本代表って言っちゃってるじゃないですか、うん、日本人って何人いるのかなっていうふうに思うじゃないですか、うんうんうん、でもそれでいいと思うんですよ、うん、もうそういうシステム作っちゃうとか、うん、もしくはまあ、学校からもう日本に来ちゃっていいんじゃないのっていうような。だから学校作っちゃいいんですよ。そんなドミニカとかなんてやっぱその教育を受けられなくけどポテンシャルが高い選手とかめちゃくちゃいるんですよ。でもそういう選手でやっぱある程度勉強もできる学ぶこともできてしかも野球ができるっていう環境があるっていうのはその人たちにとって僕決してマイナスではないと思うのでそういったところを広げていって、まあ、日本人ですよ。日本でもねこれだけいたらもう日本人枠になるじゃないですか。それでもいいのかなって思ってるから。でもそう考えたらさ、うん、今の話融合してさ18チーム構想って言ってるの、うん、もうセパとあと1個作るっていう、うん、6球団 で、うん、でそこを新しいレギュラー戦にして、うん、外国人枠撤廃で6チーム以下とかだよね、うん、6かそう思い切りましたね6は一気にちょっと、ね、セパに入るのは無理やと思うのよ。
自分たちの既得権益を壊したくないじゃん、うん、みんなね。で数が多ければ多くほど消化ゲームが増えるし、うん、今でも3位までどうなんやっていうクライマックスシリーズの言う人もいるわけじゃん、うん、でこれ3つに増やせば2チーム、ね、1位1位1位で、ね、あもうプラス2位ワイルドカードとかっていうその疑念がなくなるわけよ、うん、でセパの今までの形も壊さなくてもいい。で新しく入ってきたチームが破産して存続できなかった時にまた新たに出てくるとこ探さないと解散になるじゃん、うん、だから形が壊れるじゃん。だから壊さないために新リーグで6チーム作った方が形を壊さないでできて、で今みたいに新しいレギュレーションでこっちは外国人枠撤廃しますよと、うん、ってなった時にその日本人だけだとやっぱ絶対弱くなるじゃん。でも難しい、弱くならないようにできるじゃん、うん、どうなんかなっていう。いいですね、いやでも面白いですね。それは面白くない、なんかもう外国人枠撤廃して、うん、そうそう、だから撤廃したところでじゃあ実力がそんな落ちるかって僕は落ちないと思うんですよね、うん、その差が出るかっていうと差出ないと思うから、うんうん、だからなんかグローバルリーグとかって言って いや、いいですね、うん、面白いですね。6球団いきなりいけるかって言ったらちょっと難しい。いける、俺はいけると思ってんだよ。いきなり外国人集めてだからね、ジャパネットさんね、ジャパネット、まあ、ジャパネットで長崎で、あと5チームいける、もうそこまで想定してんの。ほら ジャパネットで、うん、野島ね、うん、野島も多分やる気あるんだよ、うん、でここはもうあの世界のトヨタさん、まあ、だんだんもう本当居酒屋トークっぽくなってるけど、うん、大丈夫ですか。であと白鶴さんいるから、あ、うん、いいっすね、ベロンベロンのやつばっかり揃えて、いいっすね、もう試合後、うん、白鶴飲みまくりますから、うん、あと球場でもあロッカーに置いてある、ね、球場実際にロッカールームにアメリカはビール置いてありますから、うん、まあでもお金出すところはあるでしょうね、うん、多分だからそれお金出す企業あるにしても、じゃあそれが現実的かって言ったら、まあ、6チーム一気に行かないと無理ですけど、6チーム一気には無理でしょ。でもいや頑張っていこうっつって、マジで、うん、もうそうなるともうあれ海外にもう派遣してもう発掘しなきゃいけないわけですよ。そうそう、だからもうグローバルリーグだから、じゃあ新しいリーグを作るという、うん、そうそうっていうところで、五十嵐さんもうお帰りの時間です。ああそうなんだ、はい、俺今日何話した、なんか大した話してないような気がするんだけど、はい、大丈夫、お帰りの時間ということで、結果ありますからもうこれで終わりです。マジですか、これ里崎チャンネルと何ら変わんなくないですか。大丈夫ですか。白鶴チャンネルですからこれということで、はい、野球界初のゲストありがとうございました。はい、白鶴プレゼンツスポーツバー佐々木、今日はこの辺で、それでは皆さんまた会う日まで、さよなら。